岩手県一関市の松栄の横沢と申します。3月11日の東日本大震災の岩手県沿岸部の被害も甚大なものだったんですけれども、この一関では4月7日の余震もかなり大きくて、その被害もございました。私どもではおかげさまで今は御祭り団子、田村の梅というこういうお菓子を中心に全国のお客様に美味しいお菓子をお届けしたいと今頑張っているところでございます。平泉の世界遺産登録を願っている地元としては、ぜひ全国のお客様にこの平泉地方に来ていただいて、そして岩手県東北に来ていただいて、東北の復興に今まで以上のお力をいただければなというふうに思っております。ぜひ平泉の方にもおいでください。よろしくお願いいたします。